皆さんこんにちは、貧乏です。今日はですね、お豆腐、豆腐です。マヨネーズかけてます。あとおにぎり、昆布おにぎりですね。あとこれちょっと半分チラシで、チラシだね、うん、あとこれがベンチカツです、ね、それではいただきます。よし、まあ今日はねまったりと普通に食事を楽しんでいきましょう。うん、やっぱお豆腐って美味しいですよね。うん、うまっ。うん、マヨネーズとの相性がもう最高ですね。うん、日本人でよかった。優しい味だ。うん。うん、食べました。うん、でこれが昆布のおにぎり、いただきます。うん、こんな感じだね。うん、あ、うまっ。うん、これ出来合いのものですね。うん、うまっ。今日はちょっと控えめですね。あ、もうあっという間に11時になっちゃうんだ。今夜の11時です。じゃあメンチカツ食べてみたいと思います。いや、お食事してる時って幸せじゃないですか。まあ、仕事でなんかお昼休みとかって言ったらめっちゃ楽しいっすね。こんな感じですね。メンチカツ、肉厚。うん、うん、めっちゃうまこれ。うん、
じゃあチラシを食べていきます。どんな食べ合わせだよってね。最高。もう本当ね、ただおじさんが食事してるだけの動画になっちゃった。まあいつものことなんですけどね。はい、まあ、こんな感じでもう1年以上経ちます。はい、でも見てくれてる人がいてくれてるだけで私は幸せです。ありがとうございます。ごちそうさまでした。それでは皆さん、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。またねー。